フリーアナウンサーのカトパンこと加藤彩子アナ36が7日ライブンズイットフジテレビ系に出演し、結婚について生報告した。番組の最後にガチャピンから加藤さんご結婚おめでとうございますと祝福されると、ありがとうございますと頭を下げた。続けて、まだ実感もないんですけど、皆さんにおめでとうっていう声をかけていただいて、少しずつ実感が湧いてきました。これからもよろしくお願いしますと話し、恥ずかしさのあまり両手で顔を折った。加藤アナは7日、一般男性と6日に結婚したことを発表していた。